は野田チャンネル。はい、どうも、どうも、東京どうも、イエーイ、レッツホーデー、ありがとうございます。ね、これね、ちょっと気になっていたんですよね。ちょっとね、ポケモンカードの、グミでございますね。しかも、変化の仮面と、このパックも売ってますよね。そのね、変化の仮面、ポケモンのカード、スペシャルセレクト。ね、ポケモン EX4 種類。ね、アンコモン4種、コモン16種。うわ、多いな。コモン、そしてポケモンカード全24種類、ね、でモンスターボール型グミが入ってるというね、こちらでございます。さあ、カードの位置で、オーガポン、緑の面、かまどの面 EX、ね、で24種類一続きになりませんということですね。だからこれ売られて、このパックの売られてるやつの中身が入ってるってことですね。こんな感じでね、これね、問題はですね、キラーカード入ってないんですよね、これね。表面が光ってるだけで、で、あのビニール加工のやつだけでね、ホイールではないんですよね、いつもね。だから人気がね、っていうか、あんまり言わんと言っちゃいけないのかな。でしょうね。さあ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 。まあ、1枚しか入ってないっていうのもありますよね、カードがね。さあ、じゃあまず開けてみましょうか。オープンです。こちらですね、モンスターボール型のグミでございますね。ぶどう味ですね。グレープ。グレープ風味って書いてありますね。ぶどう味ではないってことですね。ぶどうは入ってないっていうことは。風味で、風味を楽しんでいただくグミだと。お、ちょっとカード見えちゃってますね。見えてますよ。はい、行きましょうか。ドーン。ボスゴドラ。はい、あ、でも一応これアンコモンですね。アンコですけども、EX ではないという、これ。ノーマルですね、これ、基本的にね、もう。はい、出たよ、もうこれ。出たよ、出たよ。でもアンコモンだから、4種類の中の1個ですね、もうこれ、いきなり。まあ、確率としてはいいんじゃないの欲しいかどうか別として。あ、これで100円だからね。出たよ、だからだよ。まあいいか。まあまあ、そういうことだよね。1枚だからね。だったら150円のパック買って、5枚出てた方が嬉しいよね。まあでも、お菓子が入ってるからな。まあ、複雑ですよね。行きましょうか。さあさあさあ、まずはね、皆さん、ご存知の通りグミでございますね。グミが入ってるんですよ。これ、ぶどう風味だそうです。はい。ちょっともうチラッと見えてるね、これね。おっと。ヒットポイントが40だ。おー、来ますよ。はい、ドーン。茶です。茶ですですね、これね。はい、茶ですが、コモンでございます。はい。コモンということで、ノーマルカードですね、これね。全然16種類の中の1個ってことですね。はい。まあ、絵に描いてあるはずですね、多分ね。はい。そういうことです。そういうことだよね。まあ、そういうことになるわな。ちょっと今のうちにちょっと、カードだね。大きめにしておきますかね。はい。こういうことで、言っておきましょうか。ね。そうだよ。こういうもんなんだよ。グミって。ねえ。さあ、どうでしょうか。はい、次ね。行きたいと思います。ピントが来るってことは、ちょっと開けづらいな。はい。出ましたね。はい。グミね。グミ映ってないですかこれ。はい。もう普通に戻しますかじゃあ。ね。はい。行きますよ。もうちょっと見、お、60、あ、あれ、あ、でも風景がちょっと違うね。おっと、なんか白いのが出てる。さあ、何でしょうか、ゴーン。雪わらしっていうことですね。コモンです、これも。ね。だから絵柄が可愛いですね。はい。こんな感じで。さあ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 。コモンですよ。コモンばっかですね。ノーマルだらけです、これね。さあ、ということで、ここがちょうど半分ですかね。あ、もう後半戦か。後半戦に入ってきました。早速ですよ、もうやばいですね。なんかいい数出ないですかね。はい、とりあえずこれね、グミね。モンスターボール。いっぱい集まってきたね、モンスターボールが。ね、こんだければ、ね。何ですか、ポケモン GO はね、これ捕まえられるかなっていう。さあ、60です。いいと思う。ああ、これ光ってないね、こういう感じね。はい、出た。エイパム。エイパムコモンでございますね。ぶら下がる10。やんちゃ蹴り20ってことで。
そうだよね。なかなかね。そうだよね。24種類ありますからね。EX は4種類しかないんですよ。4種類のうちのトレカが出ればいいねっつう話ですね。だってさ、もうちょっと優しくしてくれてもいいと思わないですか？これキラーカードじゃないんだよ、これ。そうですけどね。そんなことないのかな、世の中そんな甘くないですかね。ポケモンカードが今売り切れてるんですから、それはそういうことかもしれません。はい、ここからね、クリミね。はい、ああ、カードかぶっちゃった。ね、これもね、美味しく食べますから。はい。いきますよ、ドン。ピーピー。ピーピーかわいい。コモンです、ただ。ね。あるで、この、なんだこれ、アニメチックじゃん、これね。ということで、ムーンキック40ってことですね。あら、かわいいカードが出ましたけれども。なかなかね。だから、チッチキチリだよ、もうこれ。嘘だろう、もう本当に。マジか。これやべえですね。なんか、当たる気がしないのは何なんでしょうか、これはね。おかしな話ですね。これね。あ、じゃあ、これ最後ですからね、もうね。ポンポン開けちゃってますけども。なんかこれ当たりの、なんか、方法とかないのかな。これ一回ね、動画をね、実はね、同じシリーズ、このポケモンカード組、ボツにしてるんですよ。なんかいいのが出なさすぎて。キッズつって、大丈夫かな本当に。いやー、はい、これでグミね。あ、ちょっと今見えちゃいましたね。もう出ちゃってるね。はい、ということで、ランプラー。ちょっとさ、厳しすぎない？コモンです。もうちょっと優しくしてくれよっていう。もうちょっと、こんな厳しくしなきゃいけないもんかね。でもそうすることによって、チッキショーつってまた買う人がいるからかな。わかんない。こんなコモンとか出る。まあまあまあね、苦渋の悪さみたいなところもあるかもしれないですけどね。はい、これね、これですよ。毎回ね、相性があんまり良くないのかな。どうなんでしょうか。これね、一回動画ボツにしてるだけあってね、ちょっと苦手だったんですよね、これね。出なくね、これ。でね、コモンさん出なくね、みたいな。でもさ、コモンつったってさ、こんな、絵に描いたようなさ、なんかさ、もう、っていうさ、箱買いしたら捨てる子いるでしょ、これ、このカード、みたいなさ。まあまあまあ、わかんないですよ。わかんないですよ。もう、これね、めちゃくちゃ進化してすげえ強くなるんだからっていうのもあるのかもしれないですけども。まあまあまあ。ちょっとわかんないですけどね。そうだね。こうなるんだったらもう、ね、普通にパック買った方が、なんか当たる確率が高そうだなっていうね、光ってるカード出そうだなって感じがしますけども。なんとも言えませんね、これね。はい。ということで、ポケモンカードグミでした。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカードチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。